長渕のモノマネのコツは、まず、俺は長渕の CD を一回も聞いたことがありません。音源も曲は知ってるけど、そんなにヘビーで聞いてないの。そうじゃなくて、その、なんて言うんだろう。桜島を背景に、こう、桜島に俺は今いるっていう気持ちになることがまず大事だよね。あとは、その、ギターを背負ってるんだけど、ギターを背負ってる時に、ギターの位置普通この辺じゃん。この辺でしょ？普通の。ね？ちょっとカッコつけてる人でこれくらいなのよ。ちょっと優しい人ほどギターって下に行くんだけど、力強い人ほど上がっていくから。で、この辺。この辺で弾く。で、この辺じゃなくて、さらにこの辺で弾くと長渕になるから。うん。で、背景には桜島。桜島を背負って、もう一回行くよ。桜島を背負って、普通のギターポジション。そこから力強く、こう、肩の筋肉を感じながら上げていって、こうね。これがもう、ここでもう長渕が始まるから。もう君は長渕だよ、すでに。うん。あとは、ちょっと昔、爽やかな声で歌っていたんだけれども、角川春樹にシャブを勧められて、役中になって、ちょっと頭がおかしくなった人をイメージしてくれってやるともう長渕です。簡単です。うん、今から天城風やりますね、はい。お薬がだいぶ効いてる感じですよ。うん、みんな、俺は日本人としての誇りを持ってる。だからみんな、アメリカかぶれとかやめてくれ。ダメだ。日本人としての誇りを思い出してくれ。聞いてください。Close your eyes。うん。思いっきり英語じゃねえかよっていうね。うん、こういうのがいい。ここが長渕の素敵なところだから。そのうち怒られるかな。うん。バンダナとグラサンが欲しいね。バンダナグラサンが欲しいですね。本当にね。うん。怒られたら、モノマネ芸人は、一流ですよ。本人が怒ったら。うん、お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。